2009年に発表された心のゆりかごバージョン、のほほん族は2002年にトミーから発売された電子玩具及びキャラクターグッズ。現在はトミーの後継企業であるタカラトミーを経て、子会社のタカラトミーアーツから発売されている。自然に満ちた不思議な世界に、のほほん族が楽しく暮らしているという世界観のもとに等身で丸いかしら。 全身パステルカラーのキャラクターの玩具を中心に展開されている。主力商品はソーラーパネル発電でゆらゆらと動く人形の保本、のほほん族。のほほん族のキャラクターを使ったグッズや他企業とのコラボ商品なども販売されている。また、のほほん族の仕組みを流用した他のキャラクター商品などもラインナップに加えられている。2012年時点で 世界30カ国で販売、累計800万個以上。発売開始からしばらくは、日だまりの民の名称であったが、2006年頃から、のほほん族となった。太陽電池内蔵により、電池不要で、キャラクターの頭が左右に揺れる。頭が前後に動くものや、足や胴体が動くもの、キャラクター以外が動くものもある。通常商品のほかご当地ものや、季節もの ドクターコパと娘のドーターコパの監修による風水タイプも発売されている。2007年に全世界で500万個達成記念でトウモロコシ素材のプラスチックを使用したトウモロコシの本属が発売された。価格は1000円から2000円程度。ディズニーキャラクター、ポケモンキャラクター、ハローキティ、ピングー、ポストペットのキャラクターの桃など色々な種類がある。 キャラクターが体を揺らしながら鼻歌を歌う。1体に3曲収録されており、2から3体をコードでつなぐことでハーモニーを奏でさせる機能がある。日黙りのミンとは違い、乾電池を使用する。2002年から2003年にかけて10種類程度が発売された。野ホ本属のキャラクターのぬいぐるみやマスコットなど多数、販売され、またゲームセンターの景品などとして使われている。 2004年から販売された、鉢植えの観葉植物を模したインテリア風玩具。太陽電池内蔵により、ソーラーパネルに光が当たると双葉が揺れる。ありがとうございます。